あ、門限。門限何時何時？ワイン飲んだら記憶も一緒になくなるの。ワイン一本と一緒になくなる。でもちょっと。すいません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 。風が涼しいですね。すごいなんか風で波出るなと思って。どうやったらそんなトリートメントうまくなるんですか。こんなもう肌寒い日はサーティワン食べに行きましょう。サーティワン。もう大丈夫ですよね。もう元気なさそうで心配で。はい。どうしたんですか。今日は仕事終わりですか。本当になんか元気ちょっとないね。それない。僕のせいなのか、なんか疲れてるのか、体調悪いのかどうしたんですか。まあ答える必要ないですよね。大丈夫ですよね。でもなんかちょっと今すごい微妙な時間じゃないですか。だからもし飯食ったかもわかんないですけど、ちょっとなんか飲みか、逆に飲んだ後であればちょっと散歩したいなと。いや無理無理。でも帰っちゃうの？帰っちゃうの？帰りますよね。もうこの時間ですからね。今日帰ってネットフリーで地面師見ようとします。地面師。でも安心してください。僕のスマホにネットフリー入ってるんで。一瞬ちょっと止まっ、あ、危ない、ほら足元にカマキリとかあるゲンゴロウがいる。ゲンゴロウが水生生物が。でもあれでしょ、もう帰ってももうあれ飯一人で食べるだけみたいな感じでしょ。何が待ってる。ポチが待ってる。ポチが待ってる。あ、ハチじゃなくて、ハチじゃなくてポチ。なるほどね。なるほど。でも本当にもうマジでちょっとここからマジで本気なんですけど、僕今本当仕事終わってもう本当もうお腹空いてて、 でも一人食べに行くのちょっと嫌だなと思って、もう時間あんまりないと思うんですけど、本当にちょっと飯か飲みだけでいいんで、この時間までに本当15分そう、本当にもう本当、ああ、そう、こっち危ない本当に、ちょ、本当マジでこのチャンスをもう本当にこっちチャンスこしかないなと思って。あ、門限何時？11時だったらもうそこまでにもう返すんで、本当に飯行こう。あ、飲みでも飯でも。あ、マジで行きましょう。僕研修しましたけど、もう破ります。研修を破るんで、でも一緒に行きましょう。一緒に。普段仕事何やってんすか。仕事は医療系なるほど。医療系の仕事どうですか。調子は。なるほど。やっぱり僕みたいな頭おかしいやつを直してるんですか。いろんな人いる。頭おかしい人もいるの。なるほどね。どう、そういう奴らどういう風に物理的にやっぱ解決するの。やっぱ医療的にこう頭ドンキで殴って。わかんない。優先される。なるほど。仕事結構長いの、医療は。いや、全然なんか2年とか。ペーペー、うん、なるほど。人間関係どう。人間関係は心配してるよ、俺は。人間関係は良好。あ、そうなんだ。そこの中でちょっと顔と収入がありそうな先生狙ってしないですか。しない。なるほどね。待っててくれてた俺のこと。彼氏いんの。マジで。あ、そうなんだ。今日は待ってない。なるほどね。あ、じゃあタイミング良かったね。彼氏いないタイミングでね。なるほど。彼氏とはどう。いい感じなの。うん、いい感じ。いい感じ。付き合って長い。1年ぐらいかな。ちょっとぐらい。あ、そうなの。職場の人。全然違う。アプリでもない。そりゃいるの。はい。めっちゃ飲んでた時に出したんだ。マジで。あいつちょっといい人ぶってアプローチしてきた。自分から来たの。マジ。あ、そうなの。いたの。うん、あ、そういう風に仕向けた。仕向けたっていうか、最初に遊ぼうって言ったの私。あ、そうなんだ。ちょっと脈あり感を出した。大脈ありだよね。カチカクって言われた。カチカクイベント。マジ。
はい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 、なるほどね。もう確変が来てたんだね。そうやね、なあの辺にちょっと店あるし、ちょっとなんかあの辺で空いてそうなとこ行こうよ、うん、ちょっと今日週末で結構混んでるから入れるかな。まあ最悪はあれじゃない、まあ俺んちでもいいんじゃないかな。うん、マジマジ絶対無理だよ。嘘、まさか。せっかく今日の日のためにあのドンペリもほんと仕入れといたんですけど、無駄だった。無駄で金だけ使って終わった。うん、普段結構酒飲むの？あ、ね、お酒ね、大好きなんだけど、家では飲むんだけど、仕事とかあんまなくて。はい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 。純粋に酒飲まないのか、なんかその、あんま飲み友があんまいないのか。普通に彼氏いるから。あ、なるほど。あ、彼氏と飲みに行くことが多いからってこと？あ、そう、それもあるし、はいはいはい、あんまり行ってほしくないタイプの。あー、なるほどね。あ、行ってほしくないタイプの彼氏？マジでめっちゃ面白そうな感じする。じゃあその辺ちょっとそのあたりちょっと聞かせてよ。あの、じゃあこのあたりで、はい、行きましょう。彼氏なんか結構その束縛系の感じなの？ああ、でも束縛系かも。はいはいはい。携帯とか見してこいみたいな。はい。携帯は全部よく投げてる。で、どっちがどっちが？あ、マジで？ああ。え、あっち見してこいってなんないの？あ、そうなの。でも、なんかこう、いや、本人か。で、何、その連絡めっちゃ来んの？あ、なんだろうな、別に連絡来るわけじゃないけど、はい、飲み行っちゃダメなの。あ、飲み行っちゃダメなの。マジで今、アウトじゃん。マジ？はいはい。あ、マジ？マジ？本当に？本当に？モテるんじゃないの？モテるんじゃないの？やばい。本当にいいのあったんで、関係してから。はいはいはい。なるほどね。はいはい。なるほど。え、でも女同士の飲み会だったら別に良くない？ダメなの？最初は良かったんだけど、うん、なんか、え、でも、なんかさっき言った文言っていうか、何時までに帰ってこいみたいな。文言やばいよね、なんか文言で、うん、帰れる時も、なんか文言帰れないみたいな。はいはいはい。帰ってくるのに、うん、なんで、うん、もうガチ切れしてて。マジで？やば。それはもう、もう何十回とかある、うん、マジオッケー。なるほど。はい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 。もう、なんてんのか。え、それはもうブチ切れてみたいな。そういうのもあって、あの、もう飲み行くんじゃねえよみたいな。わかんないけど、なんか帰ってこいって言ったのに、うん、なんかちゃんと守れないことが難しくて、俺を優先しないってなって、はいはい。そんな、見えないとこんな長い LINE 来て。長文の。はい、どんな内容書いたんだ。許せない。あ、許せないみたいな。思いをずわーって。すごいね。ごめんねって謝って。はいはいはい。え、いつから始まったの？最初はなんかあんまり育てしなかったけど。はいはい。酔っ払ってやばいって分かってて。はいはい。なのか分かんない。何、その彼氏と一緒にいるときに、なんか酔っ払って別の人に絡み行ったりとか、過去になんか酔っ払ってなんかその友達とやっちゃったみたいな、なんかあったの？ないけど。うん。酔っ払って彼氏が電話してるのに、うん、はい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 。あ、あー、なるほどね。はいはいはい。あー、ちょっと遊んでる系の。はいはい。なるほど。確かにそれはちょっと心配するかもしれんけど。でも何？それチャラくても過去に飲みすぎてやっちまったみたいなことはないの？彼氏いないときはあるけど。はいはい、いるあるんかい。あ、なるほどね。え、彼氏いないときはどんな感じの事件が起きたの？でも、その人は別に好きだったから OK。 あ、なるほどね。なるほどね。いいなと思ってないことをやって、
あ、なるほど。酔っ払いながらもなんか 無意識というか、なんかこう、こう、こうやこうやめっちゃおもろ。今日もじゃあ門限過ぎたら、いや、やらやらことになるね。なるほど。でもたまには飲みたいよね、こうやってね。今日は本当にここ高級店ですけど、僕がご馳走するんで、もういくらでも飲んでください。もうなかなか来れないよ、この村瀬って。本当にカルシパンチ効いてるね。やばいよね。でもね、もう9時だけど、でも門限11時でしょ。もうちょっとなんかまあ、散歩でもいいし、まあ、それからなんかちょっと、まあ、軽く飲みでもいいけど、もう一軒飲もう。なんかもう酔っ払って楽しくなっちゃう。だよね。22時59分ギリギリまで行きましょう。22時。酒強いよね。いや、そんなことない。酔っ払ってるよ、別に。あ、マジで。記憶はなく、あ、でも記憶なくなるぐらい飲むんだっけ。記憶なくなるよね。家とかだとね、家飲み、早くとも家飲みするけど。はいはいはい。結構ベロベロになる。マジで。うん、全然。それ何、どれぐらい、何杯ぐらい飲んだらベロベロになる。ワイン一人で1本開ける。マジで。ワイン飲んだら記憶も一緒になくなるの。ワイン一本と一緒になくなる。あ、そう。なるほど。なるほどね。うん、やべえ、じゃあしょっちゅう記憶なくなるんじゃないの、それって。でも飲み行ったら。あ、でも記憶飛ばすの癖つく。なるほどね。うん、まあでもそれちょっとやっぱ心配になってくるんで、まあじゃあここもちょっと飲みながら。ここ。そう、もう時間。ここやばい。ここやばい。やばい。あれじゃあ今あれじゃ、逆に9時で時間制限がこうぴったりこうあるんで。なんかさ、すごいな。そう。うまいね。気づいた。気づいた。いや、でもやばいと思う。でもさすがにちょっと酔っ払ってるから、なんか。はいはい。あれだけど。まあ彼氏がちょっとあれだもんね。長文来ちゃうよね、長文ね。長文。でもあ、長文慣れてるんかい。ね、GPS とかもあるの。 GPS。 GPS ないの。あ、 GPS ないの。だったらいいんじゃない。いいんじゃないですか。でもやばいかも。なんか私いつもと違う。え、こんな、てかこうやってすぐ誘われたことない。そうだね。でもちょっと酔っ払ってるから、ちょっと逆にな、なんかそうクールダウンしつつちょっと飲んだ方がいいかもしれない。そう、マジ。そんなことしないの。まあまあ、そんなことしないの。まあ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 、まあ、なんかそうなってしまったというか、僕もちょっと飲んでしまったせいでそうなったというか、僕もちょっと未知の体験ではあるんですが、まあ、ちょっとそこはやっぱ男らしくここはリードしなきゃいけないかなと思って。そう、もうだから一旦行ってちょっと酒飲みつつ、もういいんじゃないですかね。でも時間は絶対守る。絶対時間守る。時間と送り届けてくれなの。うん、駅までちょっとお取り届けますんで。本当に行きましょう。本当に行きましょう。お任せください。あ、結構時間、やばい、ちょっとギリだね、やばい。あ、でも間に合う、全然いける。え、家まで40分ぐらいでしょ。うん、そこまで間に合うんで、駅まで送りますわ。はい。やばい。楽しかったね、楽しかったね。はい。はい。いやー、今回時間ギリギリだったんですけど、僕が早漏だったおかげで無事、完了しました。皆さん、今回のやつなんですけどね、結構ナンパあるあるで、時間がないとか帰らなきゃって言われると、なんかせっかく釣り出しして行こうとしたのに、なんかLINE で逃げちゃうとか、連絡先交換に逃げちゃうって人めちゃくちゃ多いんですよ。で、ちなみに今のこの時代ですね、ナンパで連絡先交換してもめちゃくちゃ指板、連絡先繋がらなくなるんで、なので皆さん、こういうケースでも、基本的に釣り出しにしてもらった方がいいです。はい。まあ、今回もうまくいった例でありますが、こういうふうに時間がなくても頑張れば意外とホテル行けちゃったりってこともあるんで、今見てる皆さん、連絡先交換だけ逃げず、ホテルバンバン出ししてくださいって感じで、わしも時間がなくても早漏だから大丈夫だよって共感してもらえた方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。
いやいや、わしは治療だけど、そもそも突っ込む穴がないんじゃいって方はこの方に LINE 登録してもらえると、そんな、遅い方のあなたもいけるような魔法をお送りしております。登録してください。えーす、ここまで動画を見てくれた方に20大特典です。陰キャヒモテスタートでもナンパで01を達成するための6つのフェーズをマスターできるストリートナンパ完全マニュアル、ヒモテ完全卒業できるアプリ戦略についてまとめたマッチングアプリ完全攻略ガイド、データやトレンドから構築するモテる男のストチ上げパーフェクトガイド、 LINE で主導権を取る鉄則について解説した LINE メッセージ術全集、美女からの食いつきを最大化させ望む関係をキープできる美女と長期関係構築マニュアル、女性と会話する時の原則と困った時に言えばいいフレーズ30個を含む女性との会話で絶対盛り上がるマニュアル、主導権を取ってホテルへの流れを作るのにめっちゃ大事な技術ダブルバインドを理解できる動画、交渉術の基本フットインザドアを理解できる動画、女がメンヘラ化するほど食いつく NLP 最強テク年齢対抗と感情転移が分かる動画、自分の中に眠っている最強のモテキャラを発掘する方法が分かる動画、これできてないとやばい基本中の基本女がなびく目の使い方ソフト&ハードフォーカス、進化心理学脳科学 NLP 交流分析など学問的に学ぶ再現性のあるモテの法則、 YouTube では出せない実録動画&解説、芸能系現役 JD 出会いからセフレ化まで、 YouTube では出せないハイスペ女優即日ゲット実録動画&解説、イケてる男の登竜門クラブを制覇できるクラブ&イベントナンバ完全攻略ガイド、本屋やカフェなど日常のシーンでこそ発揮できるナンパの威力で初期差し最大化を狙うシチュエーションナンパ&ステルスナンパ完全攻略、本当に人生が変わったナンパ始めてからのヤバい出来事を語った0時0がナンパで人生を変えた日、最強数になって女も金も手に入れる道しるべとなるモテの頂点アルファオス完全ロードマップ、月何十ゲットするモテ男たちも最初はヒモテだったビフォーアフェア、どんな風にブレイクスルーしたかなど語った受講生対談動画集、史上最も売れたナンパ本究極の男見抱き道ナンパ直筆サイン入りを無料プレゼント、合計20個の特典をプレゼントしているので、モテを磨いて人生変えたいって人は今のうちに受け取っておいてください。概要欄もしくは画面の QR コードより公式 LINE から受け取れます。すでに登録済みの方は20大特典とメッセージ打つと受け取れます。